皆さんこんにちは、ルイです。今回は新しく登場したハロウィンサポートカードがレベル65になったんで、早速トレーニングしていこうと思います。いきなり来てくれましたね、オレンジ紫カード。しかもターン延長権利獲得しました。今回育成しているのは覚醒イサギです。ここで指導のターン延長も入りましたね。今はトレーニング強化キャンペーンで、イサギはアウェイクニングスタートなんで、1ターン目にいいカードがあればどんどん踏んでいきます。もしこの1ターン目に数値が低いカードしかない場合は、レベニューマッチを踏んでいきましょう。今回1ターン目2ターン目とアウェイクニング消化したんで、3ターン目スペシャルレクチャーのいいカードがなかったんですけど、早くアウェイクニングを消化してもう一度アウェイクニングを狙うために青カードのイメトレを踏みました。そしてベストになってから休息を踏むか金カードを踏むかなんですけど、ここは数値の高いカードがあれば踏んで、他は基本的には休息でも大丈夫です。ただし少しでもステータスを稼ぎたい、そして少しでもアウェイクニングになる確率を上げたいのなら、金カードを踏んでグッドに落としてから休息を踏んでいきましょう。例外としては最初の3ターンでアウェイクニングになる可能性があるサポートイベントが発生している時、自分の今回の編成ならバチラとリンのサポートイベント5の3でアウェイクニングまで回復するんですけど、エクストリームの時はアウェイクニングにはならないんで、最初の3ターンで5の1や5の2まで来ている時は休息を踏まずにそのまま練習メニューカードを踏んでいきましょう。今回ぬるすぎてのレベル60ではなくレベル50の覚醒を編成しているんですけど、これはぬるすぎてと覚醒はどちらも5の3でターン延長権利最大3ターン、そして覚醒の場合4の2で確率でアウェイクニングになってくれるんで、少しでもアウェイクニングになる可能性があるなら、ぬるすぎてのレベル60のドリブルトレーニングのエクストラボーナスよりも価値が高いと思ったんで、今回は覚醒を編成しています。あとは対ブルーロックマンシュート練習の緑カードっていうのも結構ポイントが高いですね。今回はライチを編成しているんですけど、このライチの部分を新投げにして、新投げと覚醒の対ブルーロックマンシュート練習の緑カード2枚編成もなかなかいいと思います。アウェイクニングになった時に緑カードを踏んでアウェイクニングを維持してパフォーマンスレベル、そしてステータスを少しでも稼いでいきましょう。黒カード 500% でかいですね。やっぱりプラチナカードだけではなく黒カードもかなりでかいんで、レベル65で対ブルーロックマンシュート練習イメージトレーニングの黒カードが解放されるキャラやカード、これを増やしてイサギを育成する際は編成していきましょう。あとはアウェイクニング、そしてプラチナカード、そして今回ならオレンジ紫カード、これを何回引けるかがポイントですね。ここでハロウィンサポートカードの5の1が来ましたね。ただノットバットの状態で休息を踏むとアウェイクニングにならなかった時、寝室以外だとベストまでしか回復できないんですよね。なので今回黒カードが来たんで一旦ここは黒カードを踏んでおきました。そしてグッドに回復してまた黒カードが来たんで、ここは黒カード結構数値が高いんで踏みます。ここで休息を取ってもいいんですけど、ここで休息してグラウンドだった時が一番もったいないんで、少しでも稼ぐために今回は黒カード踏みました。そしてこのターンはあまり数値が高くないカード、さらにイベントで5の2が来なかったんで、ここは休息してエクストリームにしました。ここで5の2と5の3が来たら一番最悪なパターンですね。だけど一旦グッドまで落とせたんで大丈夫です。エクストリームの時はとにかく高い数値のカードを踏んでいきましょう。ここでグッドに落ちました。ここで5の2がもし来た場合はそのまま練習カードを踏んでいきます。今回は5の2が来なかったんで休息を踏んでアウェイクニングまたはエクストリームを狙っていきます。アウェイクニング来ないですね。ここで5の2が来ました。これ次に5の3が来たら一番最悪なパターンですね。オレンジ紫ターン延長獲得しました。これで5の3が来ましたね。これが最悪なパターンです。エクストリームの時に来てしまうとアウェイクニングにはなってくれないんで、ここはちょっとタイミングが悪かったですね。
5の2まで来ていたら休息せずに待ってもよかったんですけど、5の1の後、5の2がすぐに来なかった時ってなかなか休息のタイミング難しいんで、5の2が来るまでずっと休息を踏まないっていうのは、もしかすると10ターン15ターン経っても来ない可能性もあるんで、個人的にはやめた方がいいと思います。もちろん5の3で確定アウェイクニングはかなり激アツなものなんで、グッドに落ちたタイミングで5の1が来たり5の2が来た時は一旦休息は踏まずに、その次に5の2または5の3が来るか確かめてみましょう。1、2ターン様子を見てみて来なかった場合は休息してアウェイクニングを狙うか、エクストリームになったらできるだけ早く、エクストリームの場合はエクストリームから落とすことを意識しましょう。このエクストリームから落とすためにも1枚赤カードを編成しておくと結構コンディション管理がうまくいく場合が多いです。今回自分の編成は赤カード入ってないですね。その代わりに緑カードでアウェイクニングの延長を狙っています。あとはこのプラチナカードですね。プラチナカードが来た時も一気にコンディション下げられるんで、5の2または5の3が控えている時はプラチナカードで、あまり数値が高くない時でもプラチナカードを踏んでコンディションをグッドに落として5の2、5の3が来るのを待ちましょう。今のところ一番最初の休息でグラウンドが出たこと、そして先ほどの5の3のアウェイクニングがエクストリームのタイミングで来たこと、この2つがちょっともったいないですね。ただこのペース覚醒潔更新できそうですね。この編成ニコがレベル95、そしてライチがレベル90なんで、この2人をレベル100にできればまだまだ伸びしろありそうですね。あとは覚醒への一歩がレベル60なんで、これをレベル65にして対ブルーロックマンシュート練習の黒カード枠を増やす、そして対ブルーロックマンシュート練習のサポート器具本当に弱いんで、このサポート器具も強いサポート器具再抽選して狙っていきたいと思います。今回覚醒潔を育成してるんですけど、覚醒潔の成長率は賢さが一番高く、その次がキックになっているんですよね。ただフレンド枠でイメージトレーニングのプラチナカード以上のキャラってまだ存在していないんで、ここはキックをメインに上げていくサポート編成にしているんですけど、対ブルーロックマンシュート練習のサポート器具強いものがあまりないんで、対ブルーロックマンシュート練習とイメージトレーニングのレクチャー率アップを一緒に編成しています。ニコ、リン、そして覚醒の一歩はイメージトレーニング、そして賢さを上げてくれるんで、賢さとキック、この両方を上げやすいサポート選手、サポートカード、サポート器具でトレーニングしています。覚醒潔やガチャ潔を育成する際はこの賢さとキック、この2つを上げやすいサポート編成で育成するとかなり査定伸ばしやすくなっていますね。もちろん関突勢は賢さ特化で育成するのが一番高ランク査定狙えるんですけど、無課金、美課金勢はキックをメインにサブで賢さも上げやすいような編成を組んで一度育成してみてください。アウェイクニングが1回、そしてグラウンドも1回出てしまったんですけど、無事覚醒潔更新することができました。やっぱりオレンジ紫カードのターン延長、そして確定のエクストラボーナス2段階かなり大きいですね。もっと対ブルーロックマンシュート練習の発生率アップを持っているサポート器具を入手して覚醒潔の戦力20万目指していこうと思います。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。